第653条、委任は次に掲げる事由によって終了する。1、委任者または受任者の死亡。2、委任者または受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと。3、受任者が後見開始の審判を受けたこと。委任契約は当事者の信頼で成り立っています。なので次の場合は委任は終了します。委任者か受任者が死亡した時、委任契約によって発生する権利義務は相続人に引き継がれないということです。次は委任者または受任者が破産手続き開始の決定を受けた時、金銭の問題や管理能力の問題があり信用できなさそうですよね。最後は受任者が後見開始の審判を受けた時です。受任者に委任事務ができるかといえば難しいでしょう。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。